いや僕はあの大統領選の時からずっとこう考えてるんですけど、わかります。今のこの傾向っていうのはう <ん S 1> よくないなって思うんです。は <laughs> いはいはい。だからそれはもうそのネットメディアもそうだし、<うん S 1> まあ既存のそのマスメディアもそうだし、<うん S 1> でそのなんか。 結構あおられる人もいるじゃないですか、あちこちで強い言葉を書き込んでいく人、今回、特に至る所で見られたんじゃないかなと思うし、左派界隈もそうなんですよ、やっぱ強い葉でそで、斎藤さんが当選したことに対して認められない、前川喜平さんとか、ラサール石井さんとか、そういう人もいたんですけど、なんかこのネットで、なんかこう、いろいろやることっていうのが、なんか何なんだろうなっていう。ただメディア自体も今回 めちゃくちゃ先導して斎藤さんをクビにしたわけですよ、うん、あの辞めさせたんですよ、で、斎藤さんも、まあ、逆に言うと、強かったから、あ手て戦えたんだけど、うんうん、自殺してたらどうしたのっていう、斎、うん、藤さん自殺してもおかしくないぐらい、あまあめちゃたった一人になったし、はい、誰も死んでくれないってところに、はいうん、まあ、立花さんが来たわけで、うん、それはまあ、 すがるつもりもあったけど、選挙違反になるから、すがることはできない、うん、公式にはすがることはできないっていうのはあったかもしれないけど、うん、まあこれはすごく、あのーまあ、先導自体はよくないかもしれないけど、うん、もう SNS 時代になってしまって、うん、メディアも狂ってるわけだから、うん、そもそも、ああやって斎藤さん潰したわけだから、うん、であれば、もう先導時代、ある時代だとして、うん、僕ら強く生きるしかないよねと。 そうなってくると自分がそれをやるのは違うなって思っちゃうんですよね。先導の一員になってしまうのはやっぱ違うなって思うし子供生まれてからより思うんですけどそれは模範となる大人じゃないなっていうことなんですね。今のこのネット社会の動きっていうか今回やっぱすごい危険性を感じてしまって僕の中ではまだ結論がないんですけど。さんが 責任感が責任感ってか正義感が強いっていうのも僕は理解できるから、うんうん、から結局な全然あれだと思う。大統領選の時にやっぱ偽情報は良くない、うん、でそれを元にしたなんか強いこの言論だったりとか、うん、なんかつしに行くみたいなそういう姿勢を批判していたんだけど、うん、で結局なんか今。 立花さんのやり方を肯定してしまうと4年前の自分は何だったのかなっていうのもあるし、うんなるね、結局、同じことやってるんじゃないかなっていう、うんうん、のもあるから今回は保守界隈の,なんかその主流派とは、ま、全く違う意見を持ってるんですけど兵庫県知事選挙に関してはちょっとなんか危ういなと、はいうん、そういう意見を持ってますね。ねまあ、僕は単に、うん 知事が辞める理由は全くなかったなと思ってたから、うん、そうだからそこがまずちょっと認識が違うところで、で百条委員会が結果出るまでに降ろされたわけだから、うん、僕はあの辞,める辞めさせられる理由っていうのは、全然適度な理由はなかったわけだから、うん、そうだからそこでじゃ辞めたとして、はいうん、じゃあ、先導していいっていう理由にはならないですよね先導で潰されたから、うんうん、でも、例えば僕が斎藤さんの立場だったら、うんうんはい 死ぬ気で戻るしかないってなったと思うんですよ、うん、そしたら、やっぱり、立花さんみたいなのが出てきたら、うん、まあその流れに乗るっていうのは、あったかなっていう、うん、それ、斎藤さんの立場だもう、斎、うん、藤さん、あれ、人生終わると思ったんあそこで負けたら、もうそのまま、もう誰にもあれだし、はい、あのむしろ本当、自殺しちゃうかもしれないぐらいなとこまで。うん 追い込まれたから家族のことまで書かれて、週刊誌にめちゃくちゃ書かれたんですよ、あの時家族とか斎藤さんを親族も嫌ってるみたいな、はい、あのところまで週、週刊誌がもうやりまくってて、だから、そういう週刊誌のやり方含めて、なんかこのメディアっていうものは、社会を不幸にしてるだけなんじゃないかなっていう、非常に、だからネットメディアもそうですよ、われわれもそうですよ。 うん、だからこういうなんかもの自体に、はい、まあなんかすごい今、僕はあのー、しゃあないなと、うん、こういうのはあるなと、うん、こういうもあるつ、ただ自分の中の倫理観で、まあ、和也さんも喋ってるように、うん、僕もその範疇で話しますよと、立村、はい、さんもはみ出たかもしれないけど、うん、そうしなかったら戻ってこなかったし、うん、兵庫県にとっては稲村さんよりは、僕は。 藤さんのがいいだろうなと僕は思っから政策で評価されてるっていうのがあり出口調査の結果とかでも、例えば若者支援、学費の面であったりとか、エアコン設置とか、そういう面であったりとか、やっぱり県政で評価されてきたという面もあるので、問題はあったかもしれないけど、続けてやってほしいという意見もあったわけですよね。 ただ僕一番問題なのは、一部だと思いますけど、斎、うん、藤さんは全く悪くないと思ってる人は、あ<ー>それはちょっとさすがにいきすぎだなと思いますね、はい、あの自民党のエリー・アルフィアさんっていう方いるんですけど、あの人、めちゃくちゃデたらめな情報で批判されてるんですよ、その発言に対して、いろいろ方向性とか、そういうものに対して、いろいろ指摘を受けるっていうのは、これ、自然なことなんじゃないかなと思うんですけど、根本、はい 間違った情報で批判されてる事だ、それもなんか会話にならないんですよね、エリアルフィアさんが公式でこれはもう間違った情報ですって言うといやそんな問題ではないみたいな全然関係ない話をしだすんですよ、ねコメントとか見てると素直に認められないただ、攻撃化しまくるみたいなそういう人がいや、これ、常にいるんだけどなんかもう最近の状況を見てると。 疲れちゃったなっていう、そんな感じがまあ、しょうがないね、こういういろんな基軸がね、出て、マスコミがそもそも今回、そういうふうにね、マスコミには倫理があるのに、ネットにはないって言ってるんだけど、いや、お前、何言ってんだというのは僕なんかから見てたら、めちゃくちゃあるわけで、だからネットにみんなががんがんいったわけで、だからまあ、その多分なんか、はっきりしない時期なんでしょうね。 本来別に対立軸じゃなかったはずなんですよ、うん、マスコミとネットっていうのは、はいはい、だけどなんか今、もう対立軸が完全にできてしまっていて、うん、そのネット VS、うん、既存メディアみたいな、はい、本来はこれなんか両,方お互い両方使っていけばいいだけの話なんですけど対立軸としてもう根深い問題になってますしそもそも自由化してなくて。うん、あのー まあ新聞テレビが結託してるから、偏ってるわけですよ、あ,あ,うん、あの辺がお互い批判しない条約を結んでるのか知らないけれども、うん、あの今回の兵庫県知事の問題だって、うん、これちょっとおかしいんじゃないのと、はい、全員で大殺しやっていいわけないだろうと、うん、あのまだ状況出てないわけだからということで止めればよかったのに、うん、マスコミずっと毎日のように、朝から晩までやったわけですよ。うん、だから、あのー、マスコミがが自由化されて、うん、両方が 攻撃し合う状態であれば、割とまだ良かったと思うんだけど、片方だったんで、今回、オールドマイダーが負けたっていう形で、ネットの勝利だっていう形になっちゃったというのはあると思うし、ネットはネットでそもそも玉石混交だし、だから、僕は平和の時って、もう二度と来なくて、永遠にフェイクニュースとこの,あの争いが、永遠に続く 時代にもうななっってしまったなと、うん、だから、自分たちの思う基軸で話をするし、うん、自分たちの基軸に合う人が見てくれるわけだろうし、うん、ちょっとでもずれてたら、あのあ、まあ、これは僕、言い過ぎたなと思ったら、それは訂正すべきだというふうに思います、僕も、うん、もう、もう正しいものはないから、うん、あの絶対的にねまあそれはないですね、あらゆる問題で、それはまあ昔もそうだし、うん、今もそうだし。うんそう そのなんかより困難な時代になったなと思うし、だから昔はネットもなかったし、はい、まあテレビとか新聞とか、そういう大々的にこう流している情報をみんなが見るっていう感じでしたけど、そもそも今、若い人とかって、テレビそんなに見ずに SN、SNS とか、スマホに没入してるんじゃないかなと思いますね。 で今、そういう状況で生成 AI とかが出てきているので、まあ、よりカオスになっていくんだろうなと、うん、動画のご視聴ありがとうございました動画への評価そしてチャンネル登録もお願いします「k a z チャンネル GX」では毎日18時に動画配信毎週水曜日20時半からは生放送も行っておりますのでぜひご覧ください。